歴史ある神戸の温泉地有馬。この地で450年以上にわたり伝わる伝統工芸、有馬籠。それは茶道、華道に欠かせない花籠として、また日常的な暮らしの道具として、さらには時代に合わせたおしゃれなアイテムとして、時代を超えて愛されてきた竹のモダンクラフト。現在有馬でこの伝統を引き継ぐのはわずかに1軒。籠を作り続けて45年、4代目靴輪松竹斎さん。私が触り始めた時点ではもう有馬で1軒しかなかった、私とこしか。それずっと守ってたんですよ。なぜか言ったら、まあ、大体やってきたことと、日本で歴史のある籠だから、竹細工だから、うん、なくすのはやっぱりいかんかなという、ある意味での責任感もこっちもあるし、うん、細かい手作業で竹を薄く分割し、一点一点丁寧に編み上げる職人の技が光る。その作品には一つとして同じものはありません。竹を薄くする技術がなかったらあかんわけです。薄くする技術できへん人やったら何も遊んどんと一緒ですよ。もう1から10まで自分の力で自分の技量でやってこそものを作ったことになるわけでしょ。僕は一人前は持ってません。まだ努力中や持ってます。勉強中や持ってます。職人の技量というのはこれが一番上にもないんですよ。もっといいものしたいというのはそれがない。それがなかったらもうしまいですわ。職人が籠を作る上で大切にしていることは、素朴に編むことやね。お花一輪刺そうとするんなれば、その花が生きるようにしてやらないか。そしたら花の綺麗さより買っとるものに綺麗な花入れたら花の良さは落ちますわね。自然の中で咲いてる状態をそのまま床の間に持ってくる。素朴な籠の方が、素朴なものの方が花は引き立つでしょう。それが楽しいでしょう。そうするとそれには素材の良さもやっぱり生かすように作ってあるわけですよ。あまり繊細で細かくきれいきれいにしてしまうと、これでもかこれでもかと作っとるもんがその技量を出そうとするわけ。もうそんなことせんと、さりげなく作ったものの方がいいとちゃうのが有馬籠の基本的考え方ですよ。素材の魅力を最大限に引き出し、脇役でありながらも揺るぎない本質を秘める有馬籠。機能性と美、双方の追求がそこにはあります。私らの世界はね、編み方というのは大体こう何編み何編みって決まっとんですよね。でそれをいかにこう上手に組み合わせたり、少し変形させたり、まあ、崩したりね、そういうようなことしていって、少し竹細工としての面白さを、また現代今時代に思った面白さにしていくかですよ。伝統の編み方というのは大事に自分の身につけておかないかん、それはもう当然なんですけど、それプラスアルファその時代に合ったデザインをしていく、求められるものを作っていかないと。やっぱり洋服がデザイン変わると同じように合ったものをしていかないからね。人が集まる湯治場であったこと、いい竹が取れたこと、さまざまな要因が重なり生まれた有馬の竹細工文化。飾りや置物ではなく、生きた道具として使ってほしいと語る職人が今願うことは、ものづくり手仕事でできたものに対して興味があるような人が増えてもらえたら一番いいのになと。それをどうしたらいいか言ったら、いいものを作っていくことです。もうそれしかない。いやいや宣伝せんかって、いいものを作っとったら勝手に来はる、根本は。だからそのいいものを作るのが大変なんですよ。妥協のない職人の技と心がある限り、これからも伝統は有馬で生き続ける。